細島と小細島周辺細島は瀬戸内海にある広島県尾道市に属する島。有人島である。芸与諸島の一つであり、因島の北西約 1km、ル、尾道中心部から南西約 8km に位置する。北の本州側から西にかけて見晴市しになり、距離的には見晴市し中心部の方が近い。ただし航路は因島からのみ、 南にあるのが無人島の小細島、北東に向島と岩湖島、西に詐島と小助木島、少年島。小細島とともに全域が郵便番号722-2102、広島県尾道市因島十位町。面積0.76平方キロメートル、周囲5.3キロメートル。最大標高は63メートルほどでその周囲は標高40メートルの丘陵になる。 地質はほぼ花崗岩、残りがデー岩と砂。気候は瀬戸内海式気候。島の南西部に一集落のみあり、2015年現在で29世帯47人。高齢化率は2013年現在61.8%。少子高齢化が進んでいる。主観産業、生活環境はインド島に依存している。就労者は 因島の製造業などに従事している。島自体での産業は農業で柑橘と野菜の栽培が行われている。浄水は因島からの海底送水管によりつながっており、普及率100%。下水は島内の浄化層で処理しており、普及率は24.5%。医療機関はなく、介護予防支援も含めも因島に依存している。 情報ネットワークとしては、携帯電話はつながるが、光ファイバー CATV などは未整備。ネットは ADSL のみ。集落地周辺の高潮対策護岸は整備済みである一方で、土砂災害対策は不備な点があり、ハザードマップでは休憩者地危険地域があるとして注意を促している。中心施設は多目的施設である、細島ハウスになる。 1929年おのみちと計画区域図。人家が描かれている。この島は、因島と向島の間の海峡である布狩瀬戸の西側に位置し、そして、布狩瀬戸は、古来から、秋地のりと呼ばれた瀬戸内海有数の航路であった、ことから、航路を掌握していた人物たちが、その監視場所として用いていたと考えられており、伝承や記録などで、 それに関連したものがいくつもある。この島には遺跡が2つ、古墳が2つ、そして小細島にも同様に2つずつ存在している。その中の一つである細島第1号古墳は島の南東端の丘陵部にある場古式石棺の円墳で、時期は古墳時代中期のものと考えられており、そしてその場所からこの地で海上交通を掌握していた人物の墓であると、 推定されている。島の名の由来は二つある。中世には、島の中央の山頂には、細城という砦が存在していた。天魔大自在天神、阿たご本源、微車門天、石頭大本源の四神が祀られているが、それ以上の詳細は不明である。中世に、三原を拠点とした、小島有志家の所領で、天文23年には、小島氏を攻め滅ぼした。 小早川高景の所領となり、A60 年高景から村上義満に所領が与えられ、因島村上史料となった。なお南側の因島主芸には、同年に義満の本城である青木城ができている。近世には広島藩領となる。近代に入っても北側は瀬戸内の主要航路として用いられていた。近代的な東大である長大優勝投票が設置されたのは、 明治27年のことになる。島の南にある無人島。面積0.14平方キロメートル。工作地として用いられていたが、現在ではそれも廃業している。島の西側にあるサスお及び海藻場であり、大潮の時のみ海上に現れる。日本の重要湿地500の一つ。細島の北端から西北西約500メートルの暗礁場にある投票。 大浜崎灯台や高根灯灯台とともに、見晴らせと航路に設置された9つの灯台の一つであり、その中で唯一の投票。外装図書区が特殊なのは、北側に安全な航路があり、南側に障害物があることを意味している。島への交通手段は、細島講義の航路のみ、本州との航路はなく、因島茂西港からのシェイフェリーが唯一の渡航手段である。 ありがとうございます。